はい、えー、こんにちは、レトスのおのです。5月2日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。あなたはどのような勉強の仕方をしていますでしょうか問題を解いたり、テキストを読んだりしたとき、こういう場合はどうなるのと疑問を持つことはありませんでしょうか疑問を持つこと自体は悪いことではないんですね。疑問を持つということは、そのことに対して興味を持っているという現れです。 ただ、試験勉強では、これが自分の首を絞めることになる場合があるんですね。実際にこれが原因で落ちている方もたくさんいます。理解しなくても良い内容、考えなくても良い具体例まで考えてしまって、勉強が先に進まなくなってしまう。自分としては、深入りすることで理解学習をしている気持ちになって満足しているんですね。この自分流の深入りした理解学習、これがずれた勉強になって、 結果的に合格のレールから外れてしまうつまり間違った理解学習が原因で不合格になってしまうということなんですねテキストや過去問に記載されている内容をじっくり考えて時間をかけて理解することは問題ないと思うんですけれどもそうではないことに時間をかけて考えてしまう癖これがついている方は注意をしてくださいそして私がお伝えをしている理解学習っていうのは上記のような勉強じゃないんですね 理解すべき部分は理解する。理解しなくても良い部分は理解しない。と割り切った勉強の仕方なんですよ。そうすることで短期間で本試験で合格点を取るための勉強ができます。まず独学でできることで言うと、問題で質問されていない部分までは考えない。まずはこれを実践していきましょう。それでは本日の3問に入ります。不法行為による損害賠償請求権の消滅事項の期間は、 え、権利を行使することができることとなった時から10年である、えー、丸かツかという問題です。問題文を確認したい方はこの動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。え、答えはツですね。まず一般的な債権の消滅事項っていうのは、権利行使できることを知った時から5年、または権利行使できる時から10年なんですね。まあ、これは基本なので必ず頭に入れておきましょう。で、え、今回は例外的な話なんですね。 不法行為による損害賠償請求権。例えばなんですけども、物損ですね。物を壊されたとか。まあそういった場合です。そういった場合、被害者、またはその代理人は、損害及び加害者を知った時から3年間、行使しない時は事故によって消滅します。なので、今回の問題は誤りになります。で、またですね、 え、不法行為の時から20年。これを経過しても権利が消滅します。つまり、物を壊されてから20年経過した時も、えー、損害賠償請求権は消滅します。で、これをさらっと読み流すと痛い目に遭うんですよ。これどういうことかっていうと、損害と加害者を知った時から3年って書いてあるんですね。で、これっていうのは、損害と加害者、どちらも知った時から時効期間がスタートするってことなんですよ。 例えば、物を壊されて、加害者がわからない場合、こういった場合っていうのは、壊された時から3年経過しても、事故消滅はしないんですね。ただ、そういった場合っていうのは、丸2のルールから、物を壊された時から20年経過すると、これ、損害賠償請求権は消滅します。つまり、1、2、まあ、どちらか一方ですね、先に到達すると、事故によって消滅するんですけども、1番について、加害者がわからなかったら、 3年の時効期間スタートしないんですよ。一方で2の、この不法行為ンときは20年。これは時効期間ずっと経過しますよ。スタートし始めてますので、加害者がわからない場合は、この3年経過しても大丈夫ですけども、こっちの20年を経過すると、えー、丸が原因で権利が消滅するよという話です。で、続いて、問い2に入っていきます。え、宅建業者 A が自ら売り主として、宅建業者でない B と、え、建築工事完了前のマンション。 代金3000万円の売買契約を締結した場合 A が B から手付金600万円を受領する場合においてその手付金の保全措置を講じていない時は B はこの手付金の支払いを拒否することができるマルかツかという問題ですえまず売り主は宅建業者買い主は宅建業者ではありませんしたがってまあシュ制限の適用があるんだということですね で、建築工事完了前って書いてありますので、これは未完成物件っていうことですね。ということは、手付金等が代金の5%を超える場合、保全措置が必要になります。じゃあ、代金の5%っていくらかっていうと、代金3000万円なので5、5%は150万円ですよね。で、150万円を超える手付金等を受領する場合、事前に、 まあ事前にっていうのはこれ、えー、受領する前ってことですよ。手付金等を受領する前に保全措置が必要だと、まあ、いうことになります。で、今回の問題、600万円を受領する場合ですよね。で、この600万円について保全措置を講じていないんですよね。で、この場合は、飼い主 B っていうのは保全措置していないなら、手付金払いませんよと。支払いを拒否することができます。まあ、従って、丸になるということですね。 で個別指導では関連ポイントも一緒に解説していきます。で関連ポイントも一緒に勉強することで頭がごちゃごちゃにならないようにするんですね。つまり、まあ、整理をしていくということです。勉強を重ねていくと知識がどんどん増えていくので混乱していくんですよ。それを防ぐために関連ポイントを一緒に学習して整理をしていくんですね。まあ、これも効率的な勉強法の一つなので ぜひですね、独学であったとしても、予備校を通っている方だとしても、もう自分自身でね、整理できるようにしていきましょう。で、問い3ですね。工事施工者とは、宅地造成に関する工事の請負人、または、請負契約によらないで、自ら工事をするものをいう、丸かツかという問題です。答えは正しいですね。工事施工者っていうのは、2パターンあります。それは、請負契約による場合と、よらない場合です。 請負契約による場合、工事施工者は、宅地造成工事の請負人、まあ、つまり工事業者ですね。これが工事施工者になります。一方、請負契約によらない場合、まあ、自ら宅地造成工事を行う場合ですね。その場合は、自ら工事を行うので、自らが工事施工者となります。 ま、言葉の意味も具体例があればイメージしやすいと思います。えー、この方が頭にも定着しやすいので、えー、どん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 具体例を調べてですね、頭に入れていきましょう。まだチャンネル登録していない方は、上のチャンネル登録ボタンからぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。卓剣合格目指して一緒に頑張っていきましょう。